でもあの時提督は一人の女の子に絶対的な信頼を植え付けることに成功なさいました。私は母と一緒にエルファシルの空港にいたのです。とっくに忘れておいででしょうね。私が差し出したコーヒーを飲んで命が助かった後で何と言ったのかも。もしかして俺のこと見えてるずら？都会すんげーずら、俺のこと見えるお人がいるなんて。ほら、コマさんずら、夜ずら。ほら、思わず何かを感じまおうとソフトクリームを食べたいってずっとずっと思ってたずら。いつか一口くらいは食べてみたいって。いや、それはわかんだけどさ、普段部活してる時間が自由だとちょっと違う世界が見えるっていうかね。そう考えると勉強なんかできねえじゃん、もったいなくて。そわそわワクワクしてさ、将来のってわけじゃないけど、この時期って宝くじでも当たって楽に生活できねえかなとか思わない？なんかだるくて。強くなったわね、カグラ。本当に強く。やっぱり私とは違うわね。私なんかいくら頑張ってもカグラにはかなわない。切りなさい。人の世に死の汚れをまく者を退治するのがあなたたちのお務め。大嫌い！ざけんじゃねえぞあの野郎。人に挨拶もしねえで勝手に行っちまいやがって。俺も京都へ行くぜ。一発ぶん殴ってやんねえと気休まで。クソ剣心の野郎。しょうがねえだろ、何かに当たんねえと収まんねえんだ。あいつが俺との約束破りやがるから。素揚げだからよ、俺の許しなしで勝手に流浪に出るんじゃねえぞ剣心。お祭りまでに間に合わせるっぴ。ハオニーごめんぴ。勝ちは勝ちよ。よし、これであなたは私の子分よ。うん、石をぶつけられてね。私は君が悪いんですって。あえー、あなた綺麗な名前なのね。子分になったんだからこの名前を呼んだら飛んできてよね。違う、悪魔は魂を内蔵した生きる兵器なんです。その魂は製造者に支配され、罪に苦悩し、己の姿に絶望し、現実を憎悪する。そんな魂のフラストレーションが悪魔を進化させるエネルギー源になるんです。うん、新しい本部がどんなところか気になって。仕方ないよ、エクソシストの数が足りてないから。頭の中で歌詞を唱えるだけですからね。行ったことのある場所でないとつなげられないのが難点ですけど。いやー、師匠に殴られちゃって。ダメー、ダメダメダメ、足りない、全然足りない。あんたとあんたとあんたの恐怖が足りない。ここは死神と同じ恐怖の味がする。ああ、これは俺のもんだ。あんたはもう俺のものだよ。ねえねえ、こういうのはどう？あなたが私にデートに誘われたって美和子にそれとなく伝えるの。もしも彼女が顔色を変えたら脈ありってこと。美和子みたいなクセ者には直球は禁物。まずは変化球から入って様子を見るのよ。わかった？そんなことないです。私は世界で一番小さな国連加盟国から炎の宝物盗んだり、黒人間を語るちっちゃいじいさんやっつけたんですよ。
お登世さんに迷惑かけるやつは許しません。家賃も払わないお前らなんて、ダンボールと一緒に廃品回収されればいい。私も一応猫耳萌えキャラなんだけどニュー。おい、大丈夫か？しっかりしろ。よかった。あの、怪我はないですか？俺、マサキ天地って言います。それより、これは一体？人って、綺麗なものや楽しいことの真っただ中にいるときは、その良さがわからないのかもしれないな。サーカッシュ、そしてキヨマルだな。僕をぶった仕返しは大きいぞ。戦いの始まりだ。来てフォルゴレー。いや、なんでもない。それより降参するなら今のうちだぞ。すぐにフォルゴレが戻ってくる。そしたらお前らなどイチクロだ。なんだ、貞子結構分かってたつもりで、でも実際は全然分かんなくてモヤモヤしてたけど、私らの間ですら知らないこといっぱいあんじゃん。こんなに貞子のことばっか考えて、こんなのもう大好きじゃん。私も日本人の名前関内太郎。あ、ミドルネームもあるよ。だから関内マリア太郎。この人から出席番号買ったよ。ゴミ違う、全部まだ使える。日本すごく豊かね。いろんなもの捨ててある。テレビ、冷蔵庫、ストーブ、自転車、赤ちゃん。ああ、そんなにムキにならなくったっていいじゃないさ。たかだか全校懲戒なのに、まったく血の気の多い先生だよ。ああ、もう腕が疲れたよ。何度もやらせないでくれよ。いいな、一番前の子は前習いが楽ちんで。それにしても前の子は一体何に習ってんだろうね。やめとくわ、殺されたくないもの。心音は正直よ。告白を始めた時から穏やかでいながら、反面とても冷たい音を奏で出した。それは自分の意思に準ずる人の覚悟の旋律なのよ。話すなら恨みはないが仕方ないって落としてた。あ、ごめん。黒子哲也、あれ？ずっと机番してたのに全く覚えてない。ああ、なんでそんな金の卵の顔を覚えてないんだ。私、さっきのやつはアメリカ帰りだし、今年1年やばい。わお、うまいぽや。ありがとうぽや。このお礼は何と言ってよいのやら。僕はぱやたん、魔法の国から来たぱや。そうぱや、僕のご主人様を探しに来たぽや。どうして黙って行ってしまったの？パヤタンのこと嫌いになったの？別にいいぽや、怒られても一緒にいたいぽや。きついね。まだ根に持ってんのか？怪我治ってんだろ。別に後遺症があるわけじゃなし、昔のことは流してカラッと行こうや。お互い新しい女のお披露目ってわけでもねえけど、可愛い子だな。どこで拾った？すれたな、あれ。けど話が早くて助かるぜ。困るよそれ。もうできてると思って妹子に招待状出しちゃったよ。アホの妹子へ。法隆寺ができました。玉見ろ、お土産を持ってこい。いいお土産を持ってこい。聖徳太子。 PS、 お風呂上がりに耳掃除をすると湿っている。え、もう帰んの？泊まっていきんしゃい。ちゃんと布団もあるぞ。変な匂いするけど。自分勝手なんて言葉もない。食らい上がれ超必殺アスカ文化アタック。